大学生時代ですよね。私はあの機動警察パトレーバーって作品がね、雪正美先生の作品が大好きで、でこいつは別に興味なかったんですよ。でもなんか貸してくれって言うんですよ。貸すじゃないですか。待てど暮らせど書いてもらう。何年もその状態で、まあ、どこに行ったか分かんないんだろって。いやいや違う違う違う、なくしたんだって。いや違う違う、ちゃんとあるよ、証拠をちゃんと見せろって言ったんですよ。証拠写真を撮ってきたんですよ。でその写真に写ってたのは、まず6巻から7巻2冊分を鍋の釜式にしてるんですよ。僕と戸次さんをね、繋いでるのってパトレイバーなんですよ。あれを返しちゃったら、なんかどっかもう彼と会えないんじゃないかみたいな思いがあってね。悪の意識がない悪なんですよ。最悪なんですよ。